んにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。くすみパステルカラーという色が今年のトレンドなので、そのトレンドのカラーを使って今日メイクしていきたいと思います。でね、今日ねなんかすごいニキビとかもできてるので、ニキビを隠していきたいと思います。まずはこちらです。ルナソルのグローイングシームレスバーム1番を使います。ちょっと隠していきたいので、このニキビとかを使いますね。こういう感じで手に取ってあげます。筆の中にしっかり入れ込む感じ。まずこれが大事。結構もう元々ここには下地は塗っているので、下地はちょっとあれなんですけど、まずはこんな感じで塗っていきます。熱で溶かしていく。ドンってなします。これがね最強だから、とーってこう皮のように。で、ちょっとそこの辺赤かった部分は消えていくから、結構私ニキビがっつりうわーっていうタイプじゃないですって方だったら、全然ねこれぐらいでいいと思う。でもすごい隠したいとこが多いってなったら、これだけだとちょっと足りないかも、物足りないなっていう印象になっちゃうかもしれないから、むっちゃくさせていきます。結構ファンデーションは薄付きでの方がマスクよりはしないかなっていう。手の体温でこうなじませてあげるっていうのが結構大事になってくる。で、ニキビ隠したいとこ、隠したい部分だけこういう感じでちょっとトン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 って何回かこう重ねてあげて、で周りだけこうぼかす、なじむように、ニキビは触らずに。そうするとね、こういう感じでニキビがコンシーラーなしでも消える場合があるので、結構がっつりひどいって時は消えない時もあるかもしれないけど、こうちょっと隠したいところからさっさっさっと余ったものを重ねて周りだけぼかしてあげるっていう手も使えると思います。こんな感じですね。うん、ニキビもしっかり隠れてくれたし、結構カバー力意外とありますねこれ。いい感じで、粉はこちらを使います。コスメデコルテのフェイスパウダー使います。この辺とかよれやすい部分とかには塗ってあげます。やっぱり目元とかすごい眉毛には粉を塗ってあげないと、よれやすい原因になってしまうので、目元と眉毛にはしっかりお粉をのせてあげることが大事です。で、おでこってそんな本当によれることって全然ないから、喋る部分、筋肉が動く部分がよれちゃうってことだから、よれちゃう部分だけにフェイスパウダーは重ねればいいと私は思っていて、さっきのファンデーションでツヤ出したところはあまり塗らなくても大丈夫です。結構この辺がよれやすいからね。マスクしてるとそうだけど、まあおでこ気になるな、テカリとかって方は余ったもので塗ってあげるっていうのもいいかなと思います。はい、次にこちらのピンク色のアイシャドウを使います。パウダーキスアイシャドウフェルトキュートを使います。アイシャドウ塗っていきます。アイホールに今塗ってます。こんな感じです。お肌が本当にワントーンアップするぐらいなので、すごく目元が明るめになるかなと思いました。で、このくすみピンクを目元のアイホールに入れてあげたら、お次にこちらのちょっとオレンジっぽい色、カラーを二重幅に入れていきます。結構オレンジ味が強いアイシャドウって感じですね。こんな感じで、ガツンとこう発色するわけでもないので、マットな質感なので、すごいマットアイシャドウ大好き私って方はすっごいいいと思う。こんな感じで二重幅に入れていきます。黒目の上だけがっつりもう一回重ねます、オレンジを。で、こちらのこの紫が、パウダーキスアイシャドウビフォーポテントという色なので、これポイント使いに紫入れてあげたらすっごい可愛くなると思います。絶対可愛いよこれ。目尻だけにこう入れてあげてっていう感じで、こういう感じで線を引くみたいな感じでやると、オレンジと紫のアイシャドウって意外にすごくいいから、すごくおすすめです。こんな感じで目尻だけに紫を入れてあげます。こちらですね、 D アップさんのブラウンブラックを使います。目尻下げライン、こんな感じ、長めに引く。こんな感じかな。最近これでもかってぐらい長く引くようにしてます。で、目頭のこの切開ラインにも引いておきたいので、さっと引きます。この目頭切開ラインもはみ出さないけど
この際の部分までしっかり塗るっていうのをやっとくと、目がちょっと私離れてるって方とか、し目が近く見える効果があるので、ここに入れてあげると、ちょっと目離れてるから気になるって方はここに入れてあげるとすごく映えます。でお次にガールズメーカーのオリプチを使います。結構この紫入れてあげてるから、私今日紫着るのって時とか、このライン入れてあげるとすごいいいと思います。こんな感じで黒目の上だけに引いていってます。こんな感じで黒目の上だけに塗っていきます。こちらのセザンヌさんの角二重アイライナーで涙袋を作っていきます。目頭から黒目の下ぐらいまで引いていきます。なんかもう本当に目頭から黒目の始まりまでシュッ、本当にこのペンの毛先だけで引くみたいな感じ、軽くさっと引くぐらい。力入れちゃうとグニュってなって力が入って太くなっちゃうので、毛先でスッて引くぐらいが涙袋は描きやすいと思います。そしたらこちらですね、ピンクを涙袋に入れていきます。小指で入れちゃおうっと。実はここの涙袋にですね、こういうねピンクを入れてあげると涙袋がぷっくりして見えるの。この黒目の下にしっかり入れてあげるとこんな感じね、ぷっくりして見えるでしょ。ちょっとワントーン肌もアップして綺麗に見えるので、やっぱくすみピンクってすっごいこの可愛い色。こんな感じでくすみピンクを涙袋に入れていきます。そしたら眉毛は高原堂さんのマイファンシーパウダーアイブロウ一番ブラウンを使います。この濃いブラウンでまずは引いていきます。こちらニクスさんのやつなんですけど、斜めカットされているブラシを使うと使いやすい。眉毛描くのがこの眉頭の上にこう点を描いて、で黒目のこの終わりが眉山の位置だから斜めに線を引いて、で口角目尻がの先が眉尻の位置なので、で引いていって、ちょうど私ここに沿ってるのでこの位置が眉山眉尻の位置なんだけどね、点と点をつないで線こうやって描く感じなんだけど、こうやって引いてあげて、また点と点、眉山と眉尻の線を引いてあげてってやると簡単に本当に描ける。あ、眉頭と眉山の線をつなぐ、点点ね、眉山と眉尻の線を引く、こんな感じです。で中を埋めていきます。で二重にしていきました。そしたらビューラーをする前にこちらのこのオーブの4番を使いたいと思います。カラコンです。ナチュラルなの、裸眼のようでしょ。こっちの右目が二重に最近なりにくいんですけど、やっぱりまつげをしっかり上げてあげることによって二重になりやすいので、最近奥二重メイクっていうのにハマってまして、奥二重にすると二重にした時に奥二重の部分だけこうやって今みたいに紫を細めに入れてあげてたと思うんですけど、それをやってあげるとすっごい奥二重だと映えるんです。そうするとさ、よく見るとさ紫色になってるじゃないですか。これがすごい好きで、これが可愛いの、奥二重の線に入れてあげると。だからあえて二重にしないで奥二重の線を作るの、こんな感じで可愛いよね。実は奥二重さんはつけまつげつけた方が結構映えるんですよね。ということでつけます。黒目の上だけにつけます。黒目の上だけにつけるのがコツ。多部未華子さんが大好き。最近もうめっちゃメイク可愛いなと思って、家政婦の渚さんって再放送でやってたんですけど、今更ハマっているという。奥二重さんのあのつけまつげつけるときはこういう感じで、まつげのこの黒目の上だけこうちょっと太めになってるものがあるんですけど、黒目強調とか書いてあるかな、つけまつげによってはこのな黒目の上だけ結構長さが出てっていうタイプのものをつけてあげるとすごくおすすめです。つけまつげつけるときはここだけにしかつけない、前側にだけしかつけない、裏はノリはつかないようにする、まあちょっとついてるけど前側だけにつける。まつげはもちろんしっかりビューラーで上げてあげて、こうやってつけてあげる、置いてあげて、まず目頭のところ置いてあげればいいから、でそっからこうやって根元に沿わしてつける。だからアイライナーは結構多分まつげつけるなら必須かなっていう、アイライナーで結構ボケてくれたりするのでこんな感じかな、根元につけるって感じ、クックってこの爪で根元にクッてつけてあげる、こんな感じでまつげをつけていきます。奥二重のメイクするときはやっぱりこのまつげが結構私的には重要になるかなと思います。こちらのディオールさんのバックステージの5番を使って、この濃いブラウンですね、これを目尻から黒目の先始まりぐらいまで塗ります。こんな感じです。そしたらシェーディング
は上の2色を使ってセザンヌさんの20番を使います。眉毛の下から入れていく。ノーズシャドウ。こんな感じです。ノーズシャドウ入れてあげます。で、そしたらハイライトはマックさんのものを使います。鼻筋と言われるくらいだから、鼻に一本の線を描くように、1を描くように塗ってあげる。細くね。で、このかまぼこ型に T ゾーンの T のこの上の部分はかまぼこ型に入れてあげる。で、目頭のこの部分に入れてあげる。こういう感じかな。では、こちらの色を塗っていきます。パウダーキスリキッドリップカラーフェロッシュという色を塗っていきます。フェロッシュ、すごい、お初の色。はい、ではメイクの完成です。はい、っていう感じでですね、今回はくすみ系のパステルカラーを使ってメイクして、でリップはちょっと今日はね、この可愛い色を見つけてしまったぞという感じなんだけど、ちょっと紫っぽい色なんだけど、ちょっとね、大人ギャル風な感じのリップになれるかなと思って、すごいマックさんらしい素敵なリップになったんじゃないかなと思いました。はい、という感じでですね、今回はメイクをしていきました。では、今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。